セイダが待つさせてもらいました。その前の打席で問題してたので、なんとか、もう一回同じ場面で回ってきたので、ここに返そうと思って打席に入りました。そして次の打席も効果的なタイムリーになりました。そうですね、まあ、前の打席タイムリーで、気持ちよく打席には入りました。昨日戸亀投手、今日バッター投手と非常に手数も高と思いますが、左バッターがチャンスを作って大島さんが返したという連続パターンになりましたね。なんとか昨日もやられたんで、思い切り返すという気持ちで、チーム全員で戦って何とか勝てていたんです。左バッターといいますと、仲良しの中田選手、新婚さんが作ったチャンスで返しましたね。すごいですね、ブチャンもなかなか試合に出るのが少ない中で、あえてチャンス作ってくれたので、大島さん、これで首位打者、最多安打の猛打賞も11回目です。すごいですね。これで気を抜かずに、このまま最後までいけるように頑張っていきます。特に今日は大野投手の投げっぷりを見て、いかがだったですか、この活躍。この前、ちょっと悔しい思いしてるんで、本当にいいピッチングしてたんですけど、なんか今日、試合したみたいな気持ちもあったし、そういう中で自分が相手が点を上げれて、投げる姿はいかがでしたか。後ろで守ってて、やっぱあんま飛んでくる雰囲気がなかったので、すごい楽でした、はい。次はじゃあ、カップの勝利を守ってるみたいですね。そうですね、最後は、もったいないというか、取られてしまったので、次、反応してもらえる。そして大野投手に伺います。関東勝利おめでとうございます。ありがとうございます。特に中村メディアというところを含めて5連続三振、素晴らしかったですね。そうです、低めに投げようと思った結果がいう形になったので、はい、良かったと思います。ノーシットノーラン、あるいは完封というところをファンの方も期待したかと思います。もちろん最初はそういうところを狙っていました。別のピッチングというの、今日はいい感じに投げられたんで、もしやると自分でも思ったんですけど、本当に、はい、間違いない、そんなに甘くなかったですよ、はい。じゃあ次ですね、次もこういうピッチングを見られるようになります。ただそのね、言葉ほど簡単ではない記録だと思いますが、ただやってのことはこれで4連勝、白星先行です。大野さん、はい、やっと貯金欲しいまで来たんです。今年の本気は貯金をコンビニのチャージ受けるので、もっともっと貯金していって、チームを上位に上げていきたいと思います。白星先行したんですから、この期待で開幕の公言通り、はじけていただいていいんじゃないですか。まだダメです。はい、まだもっとしっかりやってからいつ頃になりましょうか。